帰宅しまして、いただいためんだこもとっても可愛いです。ありがとうございます。もう宮本さんがおっしゃってたように、もうギュッてするともう癒され度が半端なく高まっております。そしてもう一人家にもともといた可愛いベンタコとこうやって頭の上に乗せたりするともう可愛くて、私はもうこれでしばらくタコを食べなくても癒しでもう十分充電できるなという感じです。宮本さんありがとうございます。もうこれで私は癒し満杯です。ありがとうございます。大切にしますね。また会いましょう